丈夫だから。お前あれだけモナドを自在に操っていたからてっきり大丈夫だと思っていたが、まさかお前の身に起こるとはな。本当に大丈夫なのか。そなたアポクリファの影響下であるにもかかわらず、かなり無理をしてモナドを使っていたのではないのか。たくお前ってやつは、いいか、何度も言うけどな、何かあったら黙ってないですぐ知らせろ。ビジョンのことだけじゃない、お前の体調も含めて全部だ。うん、ごめんライン。謝んじゃねえ、気づかなかった俺の責任だ。とにかくだ、背中は任せろって。違う。え、さあ滅ぶがよい、シルク、いやザンザよ。これはアポクリファのせいだけじゃない、まるで違う何かの力が。シルク、僕はどうなってしまうんだ。